兵庫県は27日、新型コロナウイルスへの新たな染めは1061人と発表しました。4日連続での1000人超えと、ります。姫路市では、市内の事業所の従業員ら、経営区人が感染するクラスターが発生しました。道市によると、マスクを外して話す機会があった可能性があるということです。西宮市では、うちの認定子ども園で24日までに、職員2人、 園児7人、経営9人の感染が確認され、市はクラスターと認しました。また、兵庫県内では、神戸市で入院し、いた感染者1人の死亡も新たに発表されまし、これで8月に入ってからのコロナ感染による、うちの死者は19人となりました。兵庫県の状況、27日午前0時現在病床使用率 68.、68.2%、 うち重症病床47.8%。宿泊療養施設使用率41.5%。自宅療養4568人。前日比102人増入院調整中1006人。前日比26人増検査陽性率23.8%。1週間平均24.2%。<music>